なんだあれは。小型の黒いクマ？いや猫か？あいつらに追われてるのか。あっちに行ってよ。もういいから私を置いて行って。置いていけるわけないだろ。怪我をしているならば。よし来たな。うまくいった。それにしてもさっきのクマネコたち可愛かったな。あれあいつらいないぞ。ん？本当だ。確かこの辺りまで追っかけられたはずだけど。うん、やった戻ってきた。あれ何かしら。前に通った時こんなのあったっけ。そう。すごく幸せだ。このままクマネコに囲まれて至福の時間を楽しんでいたいが、そうもいかないな。いらっしゃいませ。えありがとうございました。まずい、驚かせちゃったみたいだ。ここでクマネコたちとはぐれたら次に人と会えるのはいつになるかわからない。それなら形が変わった。みんな気をつけろ。ねえ逃げた方がよくない？この匂い、肉か？いらっしゃいませ。硬貨を投入してください。もしかして物を売っている箱なのかしら。スコ、気をつけるんだ。食べ物で釣るタイプの罠かもしれない。ベル、近づいちゃダメだ。ショートも一定の距離を取るんだ。でも見てね。うん、クマネコたちの名前が判明したぞ。細身のリーダー格がミケネ。耳が垂れてるのがスコ、ぽっちゃりしてるのがペルで、骨格色がショートか。もう食べてみようよ。僕お腹空いたよ。ペル、大食いの悪魔と呼ばれたフクロクマネコジンマの一員である誇りを忘れたのか。大食いの悪魔？あ、何かに似てると思ったら分かったぞ。タスマニアデビルだ。確か肉食でかなりの大食いだったよな。